你收看的频道是牛奶大师师师师台。生命様，观众朋友大家好，我大老师。哦，今天我们要玩的一个手游呢叫做阴阳师。那阴阳师最近好像台湾亚洲这个地区伺服器开放，那我们今天就来玩这款游戏啦。琥珀，琥珀。はい、生命様を終生のご主人と誓う式神の琥珀です。好，对秦明忠心耿耿的白狐侍臣，在秦明失去记忆之后，一直陪伴在他身边。活泼可爱，但是讨厌被当作小狗，还没有人知道他真实的身份。CB 是大谷玉江，没错，就是我。OK， 那我不用念了，大家自己看。もう。生命様ったら何をぼーっとしてたんですか？もしかしてまた記憶をなくしたことを気にしていたのですか？怎么用破音啊？是我电脑速度，应该是影响到。我先把我麦克风关静音，不然待会加 echo。いや、少しばかり神楽のことを考えていたな。神楽様ですか？あの日記憶を失った生命様が連れてきた不思議な子ですよね。琥珀にはあの方が何を考えているのかよくわかりません。生命。好，善良沉默的神秘少女失忆后便跟随在秦明身边，拥有敏锐的直觉和强大的通灵能力以及不为人知的过去。配音是丁公理会。哦，丁公理会。神楽様。別に琥珀は悪口なんて言ってませんよ。どうかしたのか、神楽。生命にお客さん、それもとびきり変なのが。頼もう。うわ、なんですか？何のことだ。我が名は犬神。貴殿がそこの獣の主ということは分かっておる。我刚才有一句话按太快了，没录到。你看，我没讲，他没配音到 ，sorry。犬神，配音是关俊彦。原本是袭击人类的恶犬，却因自由而彻底改变自己，正直勇敢的坚毅，为了情谊可赌上自己的性命。獣って琥珀のこと？確かにこの子は生命の式神だけど。ならば問答無用よ。覚悟。うわ、大変です。生命様、こちらも式神を呼びましょう。好好，建议搭配耳机体验游戏。这款游戏目前我现在录的方式是录那个全萤幕的方式录制，所以会可能会累格。我们先看一下状况。行動順序は全て行動ゲージに表示されています。如果配音还是破破的话，我可能考虑换再一样换视窗模式录制。战场上所有角色的行动顺序都会在行动条上显示。透过発動したいスキルを選んでください。透过点选消費する鬼火の量はスキルによって異なります。透过点选选择想要释放的技能。我尽量会那就是日文配音全部念完，我再念，因为我觉得观众会比较喜欢听日文配音，所以我尽量让他念完。スキルを発動するターゲットを選んでください。OK。え、按了吗？我按了吗？哦、OK。重負対応。すげえ。おお。秦明大人，在射弹的时机可以使用眼影手这种技能进行防御。哇，还不错哎，真的不错，难怪这款游戏评价这么高。我感觉好像玩火影忍者，部分技能有冷却时间，在冷却时间中的技能无法使用。我现在是无敌状态吗？哦，这个没有冷却时间，这是基础术式，就像我们普通攻击一样。哇！胜利。好、哦。
不错欸，这款游戏，欸，这款游戏目前录了三款，这款游戏是最值得玩，才玩10分钟就觉得这款游戏推荐给大家玩，欸，真的还不错，难怪大家这么推这款游戏。哦，好慢哦。OK， 哇，这个犬神好可爱哦，那个刀有没有？那看那个刀吗？我可以动吗？欸，可以耶。OK， 我现在是用滑鼠，我还没有设定键盘，没关系，我们先跟他讲话。大丈夫ですか、生命様。問題ない。どうやらかなりの霊力を持つ鬼のようだ。陰の気、怨念に取りつかれ、その力が増している。友の仇、憎き陰陽締め。まだやるというのか。お、はだ。我が恨みの一刀、その身に受けよ。ダメ。生命は殺させない。这个是什么？为什么魔盘日本那个视频？神楽様、そんな力が。檀木，我可以打是不是？这以后别人玩的时候也会有的哦。我现在是不是这个？啊，这不点了。啊，哦，可恶！ダメだ、神楽。それ以上その者を殺して。啊！萝莉不要，虾虾虾，咪姆咪姆。喂，为什么骂脏话啊？哎，好像这个不错哎，可是我没按到，因为按了就有点那个了。哎，大家等我一下，我先把它关掉。没事没事，好像我按了一下都会暂停啊，再按一下才会开始。神啊，快点过结束啊！哦，原来如此。哦，缅甸，哦，变可爱的狗狗了。哎哎哎哎，走去哪？カグラ、大丈夫か？大丈夫。これくらいの傷ならどうせすぐに治るから。すごい、もうほとんど治癒してます。これは一体？よくわからない。私に宿るこの力が何なのか。ひとまず怪我はもう問題ないようだ。だが、あんな無茶は二度とするな。うん。ありがとう、生命。生命。全身回来了。目が覚めた。いきなり襲われたら驚くわ。まずは話し合いましょう。そうよね、生命。お、OK。どうやらわしの負けのようだ。さあ、煮るなり焼くなり好きにせえ。すまぬ、我が友のスズメよ。どうやら仇は取ってやれぬようだ。先ほどから一体何のことだ。全く身に覚えがないのだが。それでどうしていきなり襲ってきたの？あくまでしらを切るというか。ならば教えてやろう。わしがここに乗り込んできた理由をな。それは、そこの獣が我が友のスズメを食らってしまったからだ。え？もしかして琥珀のことですか？ああ、しかも残酷にも生きたままバリバリと。骨の一つも残らなかった。どうだ、陰陽師よ。お主がそこの獣に我が友を喰らうよう命じたのであろう。哇，这个玩这个真像看动画哎。琥珀、本当にお前がやったのか。そんな生命様、この琥珀を疑うだなんて。つまり誤解？もちろんです。生命様は信じてくれますよね。問題はどうやってあの者にそれを納得してもらうか。那个怎样？生命、私に任せて。もし本当にそのスズメが食われて死んでしまったのなら、なんとかなるかも。なんとかって、
一体どうするんです？わかった、カグラに任せよう。はい、交給せんなら。一度だけ身の潔白を証明する機会をちょうだい。身の潔白だと？そのスズメが食べられた場所まで私たちを連れて行ってほしい。それでわかる。もし本当に生命がやったのなら、私の命も一緒にあげるから。今一度貴殿に問う。お主が命令してそこの獣に我が友を食わせたのではないのか？全く覚えがないな。陰陽師として神羅万象に誓おう。こっちだ、ついてこい。不过不是我说秦明他失忆了吗？说明是失忆之前做的事情啊。好，我们先跟他讲话。分かってもらえたんでしょうか？さてな。それでカグラ、一体どうするつもりだ？見つけさえできれば、あとは私が話すから。生命様、先ほどの戦いちょっと危なかったですよね。ね。ここは陰陽師として式神を召喚してみましょう。大丈夫です。神楽様の助けがあれば、力を失っている今の生命様でもちゃんと召喚できますよ。我这款游戏是很认真呢，连那个游戏介绍都有配音。覚えていますか？この世には幽霊や妖怪といった鬼、陰界の住人たちがいて、普段は山や川、都のあちこちに潜んでいるのです。这世上有无数的灵妖鬼魅潜藏在阴界的河川山林、屋宅聚落中。生命様みたいな陰陽均衡を保つ力を持つ陰陽師は、その者たちと契約を結び召喚することができます。そうやって契約を結んだ鬼を式神と呼ぶのです。像秦明大人这种维持世间阴阳两界平衡的阴阳师，是可以和这些妖怪缔结契约的。缔结完毕的妖怪被称为式神。式神召喚にはいくつか種類がありますが、まずは基本の召喚法を試してみましょう。はい、一抽。さあ、礼踏み樹の文様を描いて式神を召喚してください。その時には救急如立寮の祈祷もお忘れなく。救急我要画画哦，这个棒，我觉得很哎这样会不会变烂啊？画的有个丑的哎，干嘛这样画丑的？给我两颗星星的。配音是泽城美雪，看起来不是很强。OK。よかった。呼び出した式神が手伝ってくれればうまくいきそうですね。ね。生命様の力もどんどん取り戻していきましょう。しょ。そうだ。ついでに他の召喚法も試してみましょうか。好，这是另外一种。哦，西游度。樹の文様は式神との契約の印ですから。間違わないようにしっかり描いてくださいね。小白讲到重点了，符咒的图案代表着和妖怪们的契约，请用心书画哦。我刚刚乱画，很难呢。我喜欢用滑鼠，画慢一点。封印在我左手的鬼神啊，赐宇宙天地赐我力量，出来吧！鬼手那三颗玄女哦，周坊彩花配音。哦，すごい式神を召喚しちゃいましたね。さすがは生命様。すべての式神は星6にまで進化させることができます。はい。どんどん使って育ててあげてくださいね。はいはい、所有的四神都可以升级为六星四神，所以好好培养他们。还有一个，哦，这个是直接卡牌是不是？哦，这个，哦，这个也帅。
OK。哎，这是什么？事前登录。亚洲区，好，各位赶快去玩啦、啊！那个像是公厕，公厕时间会送很多东西啊，快去玩。哦，好多、哦。已读已读。OK， 好，我们跟他讲话吧。读录中，读录中。森林调查。哦，ここがそのああその通りだ。骨の一つ。哎、欸，刚配音跳掉了，我们刚没有按。それで一体ここで何をするつもりなのだ。まずは調べてみましょう。何か痕跡があるかもですよ。気をつけて、生命。どうやらアッキーもたくさんいるみたい。お、他快出现了吧？哦，要打架了！好，我们再玩一次战斗。力を通してよ。救急如立よ。哦，点击此处进行出战的四神配置。哦哦，素材，这什么意思？啊，这个在干嘛？哦、OK OK， 好，我们先这样，因为我看不懂讲这个嘛的。这个是防御，好，我们只能两三个人。然后哦，不倒翁也可以打，不倒翁就是素材嘛。哦，鬼火是释放技能所用的能量点。OK， 这个我还懂。好，这有三颗，我们已经用三颗了。哦，全体攻击。哦，当敌人数量较多的时候，可以尝试全体攻击的妖术。玄女的暴风雪就是这样的技能哦。这个什么啊？哦，摇尾巴。有可能一开始抽到的四成就是这两只固定的吧？我猜的啦。OK， 不过这些就要手动打了，就不像其他的游戏可以无脑打，自动按自动战斗。哇、哦，快死了 ！OK， 红颜怒发。也是这样四神配置很奇怪，因为他站在前面挡住主角的脸啊，不觉得很奇怪吗？我想看主角哎、欸，好了。应该弄那个45度角，这样看比较好吧。保存中。哦，这也要保存哦。哦，跟神在讲话。それで、カグラ、一体どうするつもりだ。ひとまず、スズメの死の痕跡を探しましょう。生命様なら見ることができるはずです。人ならざる者たちの存在を。確かに。人ならざる者の気配がするようだな。よし、ここは見てみましょう、生命様。零四啊，哦，好酷哦。哎。喵，我让喵。睡觉。生命様。道端に何かが寝てますよ。猫。どうやら化け猫のようだが。あやつは救命猫だな。いつもぐうたらしておる。いけすかんやつよ。犬臭いやつが悪口を言ってる気がするけど、今は眠いから気にしないにゃん。どうする。道端で寝ていては往来の邪魔だ。切って捨てるか。放っておきましょう。ひとまず害はなさそうだし。そうですね。他を探してみましょう、生命様。
啊，所以不是这个。哎，还有一个。何かの羽みたいですね。これは間違いないスズメの羽だ。まだかすかに残っているみたい。これならいけるかも。何をするつもりだ、カグラ。この世に未練を残すものよ。我召唤。どうかその声を聞かせて。お？そのスズメとは仲が良かったのか。ああ、わしもかつてはやんちゃでな、人を襲うような狂犬だったことも。他目真的很好笑。ただ暴れていたわしに信頼というものを教えてくれたものが。好可爱。それがスズメ。あやつの信頼。这是死神的狗吧？阿武就好奔放。GG。良き鬼に生まれ変わった。哎呀，加温计忘记时间，跟加温计有什么关系？哎，完全被上面的唐木给，太北欺了。了了了だから誤解なんですってば。これは一体？これはもしや霊媒ですか？あれ？犬神さん？お主は。まさか。好小子啊。スズメなのか。あ、そっか。僕死んじゃったみたいですね。スズメよ、聞かせてほしい。そうだ。お主を食らったのはどんな獣だったのだ。食べられた？獣？そうだ。僕誰かに食べられたんでした。突然だったからあまり覚えてないですが。何でもいい、思い出してもらえないだろうか。琥珀じゃないですよね。あ、そういえば確か頭に尖った耳があって、尻尾も2つありました。尻尾が2つ。やはり貴様が犯人ではないのか。違いますよ。それからそうだ、やたらとニャーニャー言ってたような。あ、ニャーニャー、救命猫吗？陰陽師殿、わしは犯人に一人心当たりがある。奇遇ですね、琥珀もです。出てこい、そこのアッキーを。様が敵だったのか。その通りだね。长着猫耳朵和猫尾巴的猫奴，性格却一点也不可爱，千万不要招惹到它。猫的副手可是很可怕的。喵。配音：新谷真弓。分かっている、助太刀するぞ犬神を。かたじけない、陰陽師殿。好，来吧，然后这场打完就差不多了。さあ私と共に戦ってくれ。おおおお、帅啊，大只啊。哦哦哦，不错不错，还可以转镜头。五秒，给开镜！给开镜！暴风雪像有吗？好像没有。我们先把小兵打掉好了。这是什么？星剑乱舞，犬神急速冲锋至敌阵，使出五次星剑围攻敌方全体，速度之快，恍如召唤数只影分身，每次斩击。造成犬神攻击76发的伤害，对同一敌人造成伤害时降低伤害，降低50%。哇，是给，帅哦，
啊，快死了。好。啊呜，死去，可以补血吗？喵。喵。星斩。死去。这是什么灰系？好，快点，快点，快点。主婦隊員。死掉的人会有经验值吗？没有，还是因为他还没加入。200块。OK， 告一段落。やられたにゃ、無念。哦，好，不会死去了吧？私の敵は取ったぞ。スズメよ。ありがとうございます、犬神さん。でも、どうやらそろそろお別れみたいです。スズメ、行ってしまうのか。わしはお主からもらった信頼にまだ答えられてはおらん。そんな顔しないでください。お別れが悲しくなるじゃないですか。スズメよ、わしは一つだけ方法がある。陰陽師殿、我が力でそのものを守護霊として定着させよう。生命様、まだ本調子じゃないんですから、そんな無理を。構わない。この程度のこと。お？どう？体が軽い。僕、犬神さんの守護霊になっちゃいましたよ。これでずっと一緒ですね、犬神さん。おお、スズメよ。おお。開心。よかった。寂しいのは辛いものね。開心。生命様、これでやっと琥珀の濡れ衣が晴れましたね。私は最初から信じてた。すずやま。本当ですか？もちろんだ、琥珀。やっぱり琥珀のご主人様は生命様だけですよ。これで一件落着なんですかね。いや、まだ終わってはおらん。陰陽師、いや、生命殿、この犬神、生命殿に受けた恩を返すため、今後は式神としてこの力を貸しましょうぞ。構わないが、いいのか？じゃの総府いずか、だとも。手助けが欲しい時にはいつでも呼んでくれ。頼もしい仲間が増えたのかな。それじゃあ店員に帰りましょうか。琥珀、ちょっと疲れちゃいました。はい。あ、そういえば犬神さんはどうして生命様と琥珀が仇だと思ったの？柴犬、名副其实です。教えてくれたのだ、阿部の生命こそお主が探。哦，还要讲重点。有热心人告诉我，秦明就是你在寻找的凶手。我现在可以打字吗？对，好，我打。哎，他没事。对，啊，不就好，棒棒。有出现吗？哎，有有有，对啊，啊不就好，棒棒。又来，现在有八条命。必ず果たしてやるのにゃ。猫の恨みは恐ろしい。でも、好帅よ。所詮は役立たずの獣ともか。次の手を打たねば。中。第一章結束吗？是否要下札语音？
扩展包大小的 209MB， 取消后可以在设置界面进行下载。好，下载啊。好了，那我们这集到这边结束了。那喜欢频道，欢迎到频道订阅，欢迎到粉丝按赞，也追踪最新消息。那希望大家会喜欢这款阴阳师的游戏啦。OK， 谢谢大家收看，拜拜。